はい、どうもです。どうも、サマットアンジサです。今回ですけども、はい、とある方からダイレクトメッセージが来まして、はいはい、なんとですね、AV 女優ですね、現役の方から助けてくださいっていう DM が来たんですよ。助けてください。その内容がですね、今、はい、AV 新法っていうのが設立されて、はい、そういう法律ができたんですよ。それによって本来 AV 女優を守るはずの法律なんですけど、それによって仕事がなくなってるという状況がね、これ SNS で結構問題になってるんですよ。なるほどなるほど。それでヒカルさんの力で書類活動してるんですよね、はいはいはい、その方たちが結構複数いるらしくて、で助けてくれませんかっていう。で僕たちは AV 好きとして正直この問題見た時に何かできないかなと思ったんですけど、なるほどなるほど。別に AV に何もかかってない僕が出しゃばるのもあれかなと思って、僕は静観してたんですよ。でも今回救援依頼来たんで動きます。なるほど。まあさすがにね、はい、自分から行くのがあれだけど、そうなんです。困ってる、助けてくださいって来たんで、何だかで僕たちも AV 関連の動画撮らせてもらってるじゃないですか。まあ確かにそうですね。で実際僕は生きる上で AV なくして生きれないっていう体になっちゃってるんですよ。まあまあそうですね。そんな僕からすると、はい、女優さんたちいてこその AV なのに、まあ間違いないです、はい、だから本来は守るはずのやつが今苦しめてるってこと。そうなんですね。だから AV 新法が全て悪いってことじゃなくて、はい、いいとこもあれば悪いとこもあるんです。なるほど。あ、だから複雑なんだ。はい、まあ、簡単に説明するとですね、 AV 新法っていうのは要は未成年の子たちを守ろうっていう法律。まあそれはいい子だもん、はい、で撮影の本番を撮る前に3ヶ月前ぐらいから契約みたいなの交わして、うん、3ヶ月間の間にじっくり悩んでもらって、うん、考えてもらって、じゃあ出演してくださいねって、はいはい、これは別に普通じゃないですか、はいはいはい、だから守られるって言われたけど、はいはい、これがベテランにまで適用されるんですよ。なるほど。そうなんです。それによってすごいいろんな不安が起きてるらしくて、なるほどなるほど。全く仕事がないっていう状況の女優さんたちとか、あの AV メーカーのちっちゃいところとかどん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 潰れていったりとか、うん、してるみたいで、かなり厳しい状況になってるという、いい部分もあれば悪い部分もあると思う。だから AV 新法は新法でいいとこあるんですけど、全部が全部いいわけじゃないっていう現状らしいんですよね。一番難しいやつだね。そうです。これを悪いって言ったら、いやいいとこあるだろう、はい、いいって言ったら、いや悪いとこあるだろうってなるから、そこをじゃあ詳しく説明してもらってっていう。そうです。でおそらくですけど、署名っていうのは AV 新法をちょっと入れ替えたいってだけだと思うんですよ。完全否定ではなくて、ちょっと入れ替えたいんですっていうのを通そうとしてる。でもそれには署名が必要だっていう。あ、なるほど。でそれをやってるんですよ。なかなか集まらないらしいんですよ。広まらないですこういうの。だからそこでヒカルさんの力を貸してくれませんかっていう。なるほど。でここでも動くしかないと。まあ確かに、はい、僕らお世話になってる。一応まあ AV 友達として仲良くしてる相馬さん、よろしくお願いします。はい、僕たち本当にね、エブトモみたいな。エブトモなんですよね。はい、もう AV で、まあ、ネクス入れたみたいなとこあるんで。そうそう、あれ、そういうとこある。繋いでくれたんで、ね、はい、やっぱ。だから詳しくね、知らない人多いと思うんで、はい、本当に詳しい子たち、うん、あと社長さんもいるみたいなんで、なるほど、ちょっとそれ聞いてもらおうかなっていう。はい、でその上で、賛同した方は、署名に協力してもらえたらなっていうふうに思ってます。じゃあちょっと行きましょうか。お願いします。はい、なかなかね、こうね、取り扱いというテーマであるんですけど、ね、まあ、そこ攻めていくのがヒカルチャンネルなんで、うん、はい。ちょっと YouTube です。見たかったかな。はい、何してほしい。写真撮りました。写真撮るの。いいの、いいの、本当に。ここは依頼に関係ない。関係ないすごいな。ここから交流がこういう風に生まれる。生まれるんですね。女優とかたち。説明してる。もう署名3枚ぐらいをね。すいません。今署名活動やるんですよね。署名活動 AV 新法でやってたの。なるほど。この男の人が、あ、やっぱね、大したもんだって言われました、まあ、大したもんだ。もうやっぱ言い続けるのが大事なんでしょうね、まあ、そういうことですよ、本当に、うん、こういう事務所と活動始まりますから、やっぱ大事なんです、それが、まあ、いや本当に俺もなんかその聞いてはいるけど理解とか全くない。あ、確かにそうですね、うん、俺はでも SNS で結構耳入ってきたんで、うん、ある程度把握はしてるんですけど、うん、完璧に深いところまで把握してないんで、これすごい難しい問題だと思うんですよね、うん、そうね。でも実際苦しんでる人がいるっていうのも事実なんで、うん、それでだって AV の仕事がもう 2,3 ヶ月ないっていうことだけど、そういうとこバズったりしてるんですよ、そんなにないんです。そうなんです。お願いします。すみません、ここは切っておいてください。社長さんですね。はい、そうです。はい、社長さんでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。社長さん、お願いします。お願いします。はじめまして。あ、おはようございます。すごいっすよ、これ。すごいな。はい。僕多分会ったことあるのよ、2人奥。あ、一緒に効果した、一緒に。あの、柴田さんと。あ、柴田さんがめちゃくちゃお気に入りで、ずっと話してくれる。そうすごい。で奥はあの大月さんね、はい、あのもうレジェンドです。レジェンドしてません。いや、もちろん、あのこの前 AV ドッキリやってもらった時、もしかしたらっていう、ああ、はいはいはい、すごいメンタ集まってますね。いや、すごいですね。ここから今から話すってことですよ、ね、そうそうで DM くれたあ、はい、のがこの稲森さんっていう、はい、稲森、ありがとうございます、はい、
そういう感じで、はい、ちょっとじゃあ話しちょっとなんか多分全員一緒は無理難しいと思うんで、誰か代表でなんか一旦この辺で話させてもらっていいですか。はい、こちらです。じゃあこれはどういう事務所なんですか。なんか私たちが所属するプロダクションの協会の事務所になってます。あ、なるほどなるほど。めっちゃこう活動してるんですよね、実際ね。この写真とかももう署名しましたかっていう。あ、本当だ。そうありますね。やっぱこうこの進歩ができてから大きく変わったものです。大きく変わりました。やっぱそれってやっぱ女優さんたちにとっては結構しんどい変化なんですけど。そうですね、かなり女優さんには厳しい変化だと思います。それ今回何が一体厳しいのかっていうのを聞いていこうと思います。